あれ、今頃飯の作ですかい？こちら、朝寝坊しなすったんで。違うんだよ、徳田さんの。え？例の旗本の三男坊。まったく嫌になっちまうよ。勝手に泊まり込んだ上に、おさえの注文までつけるんだからね。わがままにも程があるよ。へえ、それにしてもね、朝からかば焼き来た豪勢なもんすね。かば焼きはかば焼きでもね、それはニシンのかば焼きなの。ニシン？そう。これが？かば焼きはニシンに限るっておっしゃるんだよ。おかげで魚河岸まで買いにやらされてさ、迷惑この上ないさ。妙なもんが好きなんですね。本当だよ。でも面白いじゃないの。気さくで世間知らずでさ、お侍らしくないとこがいいわ。これはこれはお安くねえや。お嬢さん、さてや、あの旦那に惚れやしてね。そんな惚れたらなんて、もう柳さん赤くなったらおい。おまっちゃん、注意しておくけどね、私も見た感じじゃあの人あれ以上出世しないよ。あんなろくでなしと一緒になったら一生の不作だよ。おはようございます。